どうも、コマです。デッドアスクールやっていきましょう。いや、このゲームは 2D アクションゲームらしいんですけどね。やっていきます。難易度選択、それはもうノーマルよ。マウス自動でコントローラーでやってます。はい、喋った。学校を作る。シャース。女子高生がゾンビと戦うゲームです。オープニング、脳みそ。とある未来、人類は謎のウイルスに汚染され腐敗生物と化した。わあ、殺伐としてらっしゃる。残された人類と腐敗生物との戦いは熾烈を極め、地上での生存をかけた終焉大戦が行われた。わあ、地下にいんの腐敗生物。3年にわたる終焉大戦に敗北した人類は負けてる。地上捨て地下に暮らしてた。腐敗生物の侵略を受け、地下奥深くに製造機を移動し、人々の欲から地上の文化。いやー、地下歴78年、78年敗北し続けたよな人類は。池袋ドゥラダダダ。 BGM かっこいいな。池袋駅地下18階、地下18階、実際それぐらいあるんですか。さすがに地下18階は長いな。女の子まったくよ、地下歴78年だかなんだか知らないけどよ、こいつは地下で生まれたってことかな。地上を知らない人たち。私たちはいつまでこんなしみったれた地下シェルターで暮らしていかなきゃいけないのかね。仕方ないよ、ナミちゃん。ナミちゃん、この地下シェルターから外に出ちゃいけない。右の子、小村ちゃんに雰囲気似てるね。それは村長さんの教えだもん。グレン・ラガンの世界に入ったわけですね。そうなんだよ、すべてあの村長おばばが悪いんだよ。自分は年取って未来がないからってよ。老人をいたわれや。私たち裏若き乙女の青春までも奪わないでほしいもんだよな。青春楽しめる環境なんかな、こいつら。そういえばさ、私秘密のエレベーター見つけたんだ。お、秘密のエレベーター。この地下シェルターの奥にはまだ誰も利用したことのない秘密のエレベーターがあるんだ。そのエレベーターを使えば地上に出れるかもしれないんだよ。やばいな、ナミちゃんちょっと頭悪そうやな。地上だけど、村長さんが地上には大勢の腐敗生物がいて危険だから近寄っちゃいけないって。そんな年寄りのことは信じることないって。ゾンビ見たことないの、この子。人間が地下に住み始めてからもう何年時間が経過してると思ってるんだよ。地上の腐敗生物なんか腐るところで乾燥しきって未来にもなってるって。確かにね、ゾンビが、ね、70年間も生きれるとは思えへんよね。でもへったくれもない。あんた、この薄暗くてカビ臭い地下シェルターで生涯終えるつもりなの。私拾った雑誌で見たことがあるの。地上には壁も天井もない、どこまでも広くて明るい青空が広がってるって。グレン・ラガンやな、青空。あ、主人公かなこれ。で、みんな何の話してるの。明るそうな子やな。ひさこちゃん、ひさこ。あのね、実はナミちゃんが秘密のエレベーターを。ダメだユイ、ひさかにそれ以上話すわ。なんでや、仲悪いの、ナミちゃん。どうしてなの、ナミちゃん。ひさこは村長の娘なんだぜ。村長の娘なんか。私の計画が知れたら、なんだ、シェルターの家が掃除程度じゃ許されないだろう。結構ナミちゃんたびたびやらかしてるんやな。行くぞユイ、村長の娘とつるのも何も得なんかねえんだからよ。態度悪いよ、ナミちゃん。ユイちゃんは優しいね。ごめんね、ひさこちゃん。私たち大事な話があるから。でもユイちゃんは流れに乗っちゃうんやろうな。みんな。地下18階。列車型地下居住区。あ、これ、実際のステージかな。18階から上まで登っていく話になるのか。18階もあるように見えへんただ、今。地下1階池袋駅。さあ、さすがに誰も利用したことない秘密のエレベーターだぜ。もうエレベーター使ったってこと？ちゃんと動いたんよ。
マジ市場吹き前に来れちまった。お、初めて行くんかなこの人たちは。ナミちゃん怖いよ。恐れるなよい。あと過ごして誰も見たことない地上が、この二人死にそうやな。私の夢見た青空にたどり着けるんだと。来ましたね、ゾンビかな雑なゾンビ出てきたな。そんな、やっぱり村長オバマの言ったことは本当だったんだ。地上腐敗生物に制圧されていて、ナミちゃん急に弱気やな。人間に住む世界なんかじゃなかったんだ。言うこと聞かへんから。人間が地上の青空を見なくて不可能なんだ。誰か、おお。ナミちゃん口だけやな。自分で全然何もしひんやん。戦えよ。お、ムービー？あ、結構人いる。二人じゃなかった？ひさこちゃん。貫いてましたよ。素手で戦ってる。感染を恐れない強者。ひさこちゃん許してくれ。ひさこ、このことは村長防衛に話さないでくれ。そういうわけにはいかないよ。私たちはどうしても地上の青空を見たかっただけなんだ。ひさこちゃん強すぎひん？ひさこちゃん服エロいね。地上の青空、誰？村長？あなたたちそんなことで何をしているの？結構声は地下シェルターから抜け出して何をしているかと思ったら、まさか絶対に触れてはいけない禁断のエレベーターを使うなんて。見た目ひさこちゃんのお母さんやから村長やろね。お前らはエレベーターなしでなんで地下1階にいねんって話やけど、あなたたちはやばい。腐敗生物よりも恐ろしい村長ゴムが現れたぞ。腐敗生物よりも恐ろしいの？さあ、このまま頼んだ。ちょっとナミちゃん僕印象悪いよ。僕の中でナミちゃんの印象だいぶ悪いよ。自分勝手な行動しといて助けてもらっといて、あとは頼んだぞ。あの子たちには現実が見えてないんだわ。ちょっとナミちゃんには見えてなかったね。地上がどれだけ危険な場所か全く理解していないんだから。さあ、急いで地下シェルターに戻るわよ。死肉の匂いを嗅ぎつけて、また腐敗生物たちが襲ってくる。誰か死んだ？腐敗生物同士で食い合っとんのか？お母さん、ナミちゃんが言ったことは本当なの？ああ、外に興味持っちゃった。地上には青い空がどこまでも広がってて本当なの？まさかあなたも地下シェルターの掟を忘れたわけじゃないでしょうね。掟で縛っちゃってるんやな。お母さん、ひさこたちはいつまで？薄暗くて狭い地下の底で声を押し殺して生きていかないといけないの。出たがっちゃったよ。ひさこは地上に出て青空の下でみんなと一緒に遊びたい。いやいや、引きこもってる方が安全ですよ人生。なんてことを言うのこの子は。反抗期入りましたね。誰？なんか来た。ガチ村長来たやん。これは困ったもんじゃ。おてんぱなひさこにはやはりこの地下の世界は狭すぎるのかね。おばあちゃん？あ、おばあちゃんか。おばあちゃん、ひさこや、おばあちゃんが話し相手になってあげるよ。だから地下シェルターにお戻り。ああ、これで正しく戻るんか。オープニング長くね？全然操作させてくれへんやん。これは、ね、おばあちゃんもどっから現れたな。ひさこ一家はあれやろ、エレベーター使わずにあそこに行ってるってことやろ。電車の中で暮らしてるんですか？地下鉄。今日は随分と元気がないな、ひさこ。ねえ、おばあちゃん小さい頃地上に住んでいたんだよね。そっか、もう70歳以上だからか。でもおばあちゃんも子供のって、おばあちゃんも地上にいた時はだいぶ子供じゃないですか。どんなところだったの？すまんな、ひさこ。おばあちゃんは地上で終焉戦争が起きて、地上から地下へ逃げる際に、なぜか地上の記憶を全て失ってしまったんじゃ。へえ。だいぶストーリーに関わってきそうやな。記憶を失った。じゃあな、そんなばあちゃんでも唯一覚えてる地上の記憶があるんじゃ。はあ、それはどんな思い出なの？おばあちゃん教えてくれよ。
ばあちゃんの地上の唯一の思い出、この話を聞きたければ、はい、これを受け取るんじゃ、久子ですか？聖服？喋った。この服は何、おばあちゃん？その服は聖服と呼ばれるものじゃ、JK になれるわけですね、これで。よく聞け、久子。地上にはな、学校という楽園があってな。はあ。子供たちはその制服を着て学校に集まり、美味しいご飯を食べては大声で出して笑い合い。たくさんの友達と毎日休み暮らすんじゃ、僕の知ってる学校と違うんですが。それがばあちゃんの唯一覚えて血の記憶。それはちょっとおばあちゃん、なんか作り変えてへん？なんか改ざんしてへん？自分の思い出をちょっとか、なんかいいものに変えようとしてへん？学校はそんないい場所じゃないよ。学校、みんなで美味しいご飯を食べて、たくさん遊ぶ。すごい。そんな場所が地上にあるのは、久子ちゃんちょっと頭悪そう。終焉戦争が起き、地下に逃げ込むとき、幼かったばあちゃんが着ていた服がこの制服だった。この服で逃げてきたよな。他の記憶は全て失ってしまったかな。おばあちゃんだけなんか記憶失ったん？他のご老人は覚えてるのかな？学校の楽しい思い出だけはこの制服を見るとぼんやり思い出せるのじゃ。おばあちゃんが着ていた制服、それ着るの？もしかして。おばあちゃんの唯一の記憶。地上の楽園、それが学校。あ、サービスしに来ました。おばあちゃん、ひさこ決めた。いいですね。制服を着て、友達を集めて、ひさこ、声が思ったより幼い。学校に行く。かわいい。なんか幼くなったな。ツインテールより前の状態の方が好きかもしれん。ひさこ、地上を目指すなら、まずは新宿へ向かうといい。新宿駅はこの東京地下洞窟の中では一番大きな駅であろう。新宿駅内で頼りになる仲間が必ず見つかるはずじゃ。仲間を集める系？大勢の仲間を集め、そして地上を目指すのじゃ。画家、大勢の仲間と共に向かうべき聖地じゃ。聖地とか言っちゃってる。絶対このおばあちゃん陽気やったんやろうな。決して一人ではたどり着くことはできん。だけどおばあちゃん、久子どうやって新宿まで移動したら？池袋をすら、すんごい頭悪い列車出てきたで。池袋すら出たことないんか、久子ちゃん。移動はわしらが居住区として利用しているこの列車を使うといい。動くんか？いずれこのような日が来るのではないかと予想していたな。ほう。ばあちゃんが若い頃に使用していた列車を動かせるようにメンテしておいたんじゃ。ね、この列車おばあちゃんの私物な。新宿駅だね。おばあちゃんありがとう。母さん、どうして久子を新宿になんか、もうあれ行ってるんか、出発したんか、久子。あの子の目じゃ、わしにはな、あの輝かしい瞳をこの薄暗い地下の闇に沈めることができんかったのじゃ。その瞳の輝きは人類希望そのものじゃ。お前の人も昔は久子と同じ輝きをしていた。あ、曇っちゃったよな、お母さん。その輝きを奪ったのはわしじゃ。わしのわがままがお前の瞳から希望を奪い去った。お前はわしと同じ後悔する必要はない。今はとにかく信じるんじゃ。久子の瞳の輝きの先にある希望を。始まった。オープニング長かったね。お父さんとかいいんだな。はい、移動を走る、しゃがむ。ああ、こういう感じ。おお、銃出る。うわー、どけらん。ですね。走ると。新宿行きましょうか。 かわいい。これ誰が動かしてんの？ひさこちゃん一人で動かしてんの？新宿。うわー、ダイナミック。あ、無茶するね。中野ひさこちゃん死んでるんちゃう、俺。ここが新宿駅。おばあちゃんがくれた制服、久子大事にするね。
この制服を着てたくさんの友達を集めて、ヒサコは地上を目指す。そしてヒサコは学校に行く。はい、というわけで始まりました。本番かな、これで。まあ、見ての通り B 級ですよ、ストーリーは。大好きなやつ。OK、出てこいや、ゾンビ。ヘルプ。ああ、なんか、いい感じになってるぞ、これは。助けに来ました。これは助けるしかないな。いやー、かわいい子が。誰か助けて。おお、戦闘やった。これは、はいはい、チュートリアルね。あ、へえ、下段切りとかあるんや。コマンドあるんや。よし、あの子を助けないと。はい、これで避けれるね。あー、なんか、おお、手前から来た。ライフについて、敵からこういうのライフがあれば、ライフが残りわずかになると、ライフが残りわずかになると、はいはいはい、制服破損状態になり、一時的にプレイヤーと攻撃力と防御力が上がります。脱げるんやね。服が脱げるシステム目当てでこのゲームやり始めたところありますからね。痛い。丸ボタンでかい、ちょっとやめにくいな。あ、助けました。危ない。はい、まだいるの、またいるんか。回避。はい、なんこれ。ジャスト回避。ああ、ジャスト回避あるんや。タイミングよく回復成功すると敵の動きが遅くなる。はいはいはい、 OK。 結構しっかりしてるね、このゲーム。結構雑なゲームやと勝手に思ってたわ。倒しました。はい、命の恩人やぞ。かわいい。助けてくれてありがとう。それにしても驚いたわ。あなたみたいな少女が腐敗生物を倒してしまうなんて。ヒサコちゃんだけがなんか特別強いんか。なんか立ち絵になるとこの人を老けたな。改めて礼を言うわ。結構年上かな。私の名前はユリカ。六本木駅から派遣された文明調査員。ほう、文明調査員。あなた文明調査員を知らないの？知らないんです、田舎者なんです。人類が地上で腐敗生物に敗北し、地下での生活が強いられてから78年。その長き年月の中で我々人類は地上の文明や歴史を完全に失ってしまった。私たち文明調査員はその失われた地上の歴史を取り戻すために活動しているの。難しい話はよくわからないけど、ヒサコ友達を集めて地上の学校に行かないといけないから。それじゃあ元気でね。じゃあね。よく見たら、まあなんか僕の好みの顔じゃなかったからいいわっていう。第一の仲間はちょっとね、ヒサコちゃんと同年代の子がいいな。地上の学校ってどういうこと？驚いたわ。あ、カクカクシカジカってやつや。あなたみたいな少女が一人で地上を目指す旅をしているなんて、さっきから驚いてばかりだね。ね、決めたわ。ほう、私こと文明調査員ユリカはあなたに同行して地上の学校を目指すわ。ユリカさん、仲間になるんか。こうやってあの仲間になったキャラとか使えるんかな、もしかしてプレイヤブルキャラで。地下の始末や遺品だけで地下の文明を取り戻すことにちょうど私は限界を感じているところなのよ。どうしたの、ヒサコちゃん。どうした？あなただって共に地上を目指す仲間を探していったところなんでしょう。友達は探していたけど、だけど、どうしたん？おばさんは子供じゃないから学校には行けないよ。あれ、ゆりかさん、やっぱ結構年いってるんか、これ。おばさんで分かったわね、年いくつですか？生徒がダメでも学校には生徒に授業を教える先生が必要ってもんでしょう。最初の仲間がおばさんでしたわっていうね。地上の学校に無事たどり着いた暁には私が子供たちの歴史の先生に歴史の先生になってあげてもいいわ。それに似合ってるかもしれないね。ほえー、来ました。萌えキャラアピール来ました。それに私を同行させた方が得をする理由は他にもあるのよ。めっちゃ自分をセールスし始めたんやけど。そんな仲間になりたいの？何この機械。それ気になってました。デュエルディスクですか？デュエリストでしたか。これは様々な場所から通信ができるアイアーム。アイアーム？
今はなき対戦前の地上の技術に加えた大パーツよ。大パーツ。これがあればホログラム通信はもちろん東京地下洞窟のマッピングや武器情報の検索までできるわ。お得。私を仲間にすればこんな素晴らしい、こんな素晴らしい装置まで手に入るのよ。どう、ますます私を仲間にしたくなったでしょう。採用するしかねえな。けど久子、機械とかいじったことないからな。全部任せればいいや。どうやら話がまとまったよね。もしよ、私の名前文明調査員のエリカ、今後ともよろしくね。ほえー、無理やり仲間になった。無理やり仲間になりすぎ、ちょっと怪しさあんねんけど、あの人ゆりかさん。強化ギア、強化ギア、あ、武器改造とかあるんか、このゲーム。手に入れた武器とアタッチメント、え、アタッチメントとかあるの。そんな改造要素あるんですか。はい、行き止まりじゃん。もう落石とか大きな岩が邪魔をしてこの先は通れないよね。他の道を探すしかないわ。オッケー。思ったより一人のような仲間早かったな。キャラクターを、はい、ひさこちゃんちょっと待って。はい、めっちゃ説明してくれるキャラやな、もしこの感じ。この光は記憶支援と呼ばれていて、東京地下洞窟を攻略するにはとっても大切な場所なの。記憶支援では武器のカスタマイズや売買をすることができる。あとダメージを受けてもここで回復することができるわ。深で覆った時は無料者に記憶支援に戻ってください。はいはいはい。この先はマッティア出てくるかもしれないわ。装備をさっき手に入れた武器持ち帰ってみましょう。カスタマイズから装備を選択。はいはいはい、かわいい。あ、なんか普通に面白そうやな。各武器の装備、各アタッチメントの装備、武器強化、武器改造、売却作り込んでるのでは、このゲーム。結構僕ネタゲーとしてこのゲーム始めたつもりだったんですけど。ああ、いいなー、これはやばい。これはやり込んでしまうかもしれない。アタッチメントって敵からランダムに落ちる系のやつですか。一時動きが可愛いのかな。スクラップガン、武器にもいろいろ種類がありそうやな。武器ごとにグラフィックも変わってるよな、これ。あ、すごいな、このゲーム面白いんじゃない普通に。スキルツリーやるんやけど。わあ、すげえ。スキルポイントはレベル上がったらって感じか。そしたら、パート1こんなもんでいいかな。ちょっとあのストーリーだけでしたけど、次回からやっていこうかと思います。いや、結構ね面白そう。ストーリーばっかやったけど、次回から多分アクション多めになると思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。